だから最初の初体験は父親なんですよってさらっと言うんですよ。なんかそういう風にお父さんが言ってたから。奥さんも浮気をしていて、旦那さんがもう依頼してたんですよ、探偵に。だから別の、そう、別の、絶対に許さない、絶対に許さないって、うん、言い続けてるんですよ。この時期ぐらいちょうど本当なんか不運の連続、うんうん。賞金300万円、日本一の怖い話を決める T1 グランプリ参加者応募受付中、詳細は概要欄、応募フォームを。あたた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 、全国の特別さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです、よろしくお願いします。さあ今日なんですけど、リスナーさんからこんな DM 来ました。すいません、ヘラヘラしてて。タックさん、こんにちは。こんにちは。個人的な相談なんですが、私は付き合って5年目になる彼氏がいます。ただ最近どうも様子がおかしくて、誰か他に女がいるんじゃないかって女の影を感じるんです。携帯とか調べようとしても彼の警戒心はかなり強く、隙がありません。なので最近になって街中でよく見かけるどこどこ探偵事務所みたいなところに相談しようかなとも思ってるんですけど、そこが怪しいところなんじゃないかと不安です。裏社会に詳しそうなタックさん、探偵事務所の実態について調べてください、よろしくお願いします、ということなんですけど、探偵は裏社会ではねえですよ。まあこの探偵といえば、金田一少年の事件簿とか、謎解きはディナーの後でといった原作からテレビドラマ化までされたものとかあったりとか、まあアニメで言うとコナンとかね、何かの作品のモチーフとして目にすることはたくさんあるんですけど、じゃあこれが現実世界になるとあまり馴染みがないというか、名前は聞くけど実際何やってるかわからないし、ぼんやりとした職種だと思ってる方も多いと思うんですけど、今回前半に探偵とは何かと解説した後、実写の方で実際に探偵をされていた方にですね、話を聞けましたんで、そちらご覧いただきたいと思います。かなり興味深い内容になってますんで、ぜひ最後まで見てください。じゃあまずですね、僕の方でも改めていろいろと調べてきましたんで、実際どうなんだろうと思う実態であったりとか、業務内容とか探偵という職業についてお話していきます。じゃあ早速、まあ探偵って何なのかっていうと、ざっくり言うと、警察関係者ではないものが他人の行動、秘密などを密かに探る、またはそれを調査することを生業としてる人のことを指すんですけど、実際コナン君みたいな目黒警部がある事件を解決するために力を貸してくれみたいな、で心のおっちゃんに言ってきて頼み込むみたいな、まあそういったことは実際なくてですね、警察の捜査に協力したりとか相談に乗ったり推理をすることはあまりございません。あとは少年探偵団みたいな、これもフィクションなんですけど、ただ探偵っていうのは探偵業に関する法律ってものが実際にあって、2007年に制定された探偵業法によって探偵業務を行える内容が決められてるんですけど、こちら公安委員会に届け出を出して営業してる個人とか探偵事務所、民間の更新所とかは、この法律の範囲内で聞き込みであったり張り込み、尾行データ調査によって個人情報を調べることが許されています。今現在2022年末だと届けられたのが6970件、全国でもかなりの数があります。例えば相手の氏名や生年月日、住所、学歴、職歴、勤務先、家族構成、離婚歴、離婚理由、子供の有無、借金の有無、依頼主はこれらの情報を知ることができます。まあ、もちろん犯罪を助長するものであったりとか、あとは反社会勢力が絡んでいることが判明したとか、こういった場合はですね、その時点で調査は打ち切りになるんですけど、まあ、こういった身辺調査にも禁じられているものがあります。まあ、総じてイメージとしては特定の人についていっていろんな情報を集める、まあ、一見すると違法行為になるんじゃないかとは思われるんですけど、これは業務の一環として法律で認められておりまして、ストーカー規制法違反とか迷惑防止条例違反にはなりません。まあ行き過ぎるとそれ認められないこともあるんですけど、じゃあちょっと歴史についても軽く紹介するんですけど、この探偵業法ができる前ですよね、この法律ができたのも悪質業者によるトラブルとか違法な手段によっての調査、プライバシー侵害といった違法行為が実際に起きたからなんですね。ただこれって裏を返せば、今とは違って事件の調査をしても OK とされていた時代でもあるんですよ。過去の有名な事件を担当していた探偵者もあります。じゃあそもそも、じゃあ探偵ってどこで生まれたのかっていうと、まあ、始まりは海外でして、1833年にフランスで誕生した探偵者が発達されています。ここを設立したのが、もともとフランス軍で兵士をしていたフランソワ・ビドックという方で、この方ただ普通に探偵になったわけじゃなくて、まず16歳で歩兵連隊に入隊して、5年後に軍生活が嫌で除隊したんですけど、この時除隊証明書というのに手続きしてなかったんで、脱走兵として逮捕されたんですね。で獄中にいる時も無実の罪を着せられて重い罪になって、それから10年間ぐらいですね、脱獄と逮捕を繰り返すという生活をしてて、ただこの脱獄がたくさんできてるってことでかなり頭も良くて、脱獄する時の変装がプロだったってことも言われてるんですけど、こういった生活の中で裏社会の情報とか手口をマスターして、出所後はその経験を生かしてパリ警察の密偵、タレコミ屋として働いて、最終的には捜査局の局長にもなったっていうすごい人なんですけど、退職後にですね、開設したのが個人の探偵社で、まあ、彼が世界初の探偵だと言われています。あとアメリカだと1852年に設立したピンカートン探偵社というところ、ここの設立者がアラン・ピンカートンという方なんですけど、ここは調査っていうか警
警護とか警備に重点を置いてて、1850年にですね、当初大統領選に立候補していたリンカーン、彼の暗殺計画を未然に防いだことでも知られています。ここからおよそ40年後ですね、1889年、東京の日本橋に探偵社が設立されまして、ここが日本で初だと言われてるんですけど、その後1895年には元刑事だった岩井氏という方が探偵事務所を設立してます。この岩井さんという方、当時はまだ30代で、警察時代の時の変な圧力的なものを感じて、自由に捜査をさせてもらえないっていう不満があったため、探偵になることを決めたんですけど、1914年に発覚した日本海軍の汚職事件、シーメンス事件の調査を担当して解決へと導いています。これは日本海軍がですね、ドイツのシーメンスという会社から賄賂を受け取って兵器を不正に購入していたという事件で、まあ、後に代理店であった三井物産とかの贈賄も明るみになったんですけど、海軍少将とか大佐、三井物産の重役といった人たちが逮捕されています。このように探偵と名乗れば誰でも開業できた時代っていうのは、探偵が警察の代わりに事件を解決するってことはあったんですけど、一方で高額な料金で騙したりとか、脅されて契約させられるといったことも多く起きてまして、時代の流れに沿ってちょっとずつ法整備がされてきて、業界としてもクリアな職種として安全なものになっていきました。じゃあ実際現代の探偵はどういったことをしてるのかというと、まずメインになるのが案件の中でも6割から7割を占める浮気調査です。これは調査対象者がホテルに入る様子とか自宅に入る様子を撮影したり、近隣住民とか行きつけのお店とかに話を聞くんですけど、まあ、肉体関係を持ってるといった証拠を抑えて離婚裁判の材料として使ったりするんですよ。ただ知りたいだけっていう人ももちろんいると思うんですけど、あとこれに似たようなもので言うと素行調査ですね。これはメインは張り込みとか尾行なんですけど、対象者本人とか関係者に対して聞き込み取材をして情報収集を行うんですけど、まあ、これメディアとか SNS を事前にチェックして、自分の会社の役員とか社員、取引先の担当者の人の動向とかを把握したい時だったりとか、婚活パーティーで出会った人の経歴仕事を調べたいとか、あとは子供が夜出歩いていて危ない仕事をしていないか調べてほしいと、まあ、そういった依頼までいろいろあるそうです。他にも人やペット、所持品探しをする行方調査、電話代行とかね、かなり幅広くて何でもやってます。ただ実際依頼するとなるとお値段はリーズナブルとは言えません。まあ、これは各探偵社が相場を決めてるんでバラバラなんですけど、まあ、ちょっと中央値というか調べてきました。まず人件費ですね。これは調査員への報酬で1人当たり1時間5000円から1万円だと。だから張り込み3日間10時間ずつとかになると結構な額になりますよね。次に経費、これは交通費とか宿泊費、機材費とかがあるんですけど、1万円から50万円、あとは報告書制作費といった手数料で5000円から1万円ぐらい。大きくこの3つなんですけど、まあ、調査機関によってもやっぱり値段は変わってくるんですけど、まあ、安くても10万円、高い場合だと100万円を超えることもあります。こういった高額費用となるケースって探偵者側が成功報酬型って言われてる料金形態を採用してるところが多いんですけど、これ何かっていうと、調査が成功した時お金をいただきますよってもので、裏を返すと失敗したらお金を払わなくてもいいっていうものなんですね。なのでこのリスク分だけ高く設定されてるんで、まあ、100万円以上かかってくるってこともあったりするんですよ。なので依頼する場合はしっかりと計算してもらいたいんですけど、まあ、中には似たようなサービスで詐欺を目的として行う復讐代行というサービスを名乗る業者もいて、まあ、これは基本お金払ったら逃げられたというケースが多いんですけど、過去にはですね、個人情報を不正に入手して逮捕されたというケースもあります。逗子ストーカー殺人事件、これが2012年の11月頃、神奈川県逗子市のアパートにて元教員の小堤秀人容疑者が以前交際していた方の家に侵入して、自宅にいた彼女を刃物で刺殺、その後自身も自殺をしたというものなんですけど、男はですね、まあ、すでに結婚していて名字も変わっていた元交際相手に対して執着に復縁を迫って、断られると殺すといった内容の脅迫メールを送ります。で、警察に相談したことで2011年6月脅迫容疑で逮捕されて、懲役1年執行猶予3年の判決を受けたんですけど、まあ、同年9月に釈放となりました。で、その後ですね、結婚後の住所を調べるにあたって探偵を利用したことで事件が起きたんですけど、男は事件の前日に千葉県にある探偵事務所を訪ねて調査を依頼、そこから再依頼を受けた東京のアスクミーという探偵事務所が違法な手段で市役所から個人情報を入手して、その情報を教えたんですね。この事件は容疑者死亡で終わるんですけど、この逮捕された探偵業者の実質的経営者であった男っていうのが、市の納税課から女性の住所を聞き出していて、偽計業務妨害罪と2013年6月ガス会社の契約者情報を不正に入手した不正競争防止法違反で起訴されまして、まあ、判決では懲役2年6ヶ月と執行猶予5年の有罪判決が言い渡されています。このようにですね、違法の捜査だったんですけど、まあ、違法性のある調査っていうのはしてはいけなくて、そもそも引き受けないんですけど、不正侵入であったりとか情報調査、不正アクセス、復讐といったこういった行為は避けて法律に触れない範囲の調査を行ってるんですね。まあでもちょっとこれだけだとグレーゾーンかなと思うところもありますよね。なのでちょっとここから後半なんですけど、実際に探偵として業界の中にいた人にリアルなお話を聞いていこうかなと思います。やられてたからこそ分かる探偵の大変さだったりとか、実際にあった変わった依頼のゾッとする事件なんかも聞いてきましたんで、ぜひ最後までご覧ください。どうぞ。
さあというわけで、ここからは実写なんですが、詳しい人に聞いてみようシリーズということで、本日はですね、元探偵という経歴をお持ちの山本陽介さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。やっぱここまでの道のりはあれですか、僕住所教えてないのに来たじゃないですか。事前にこうリサーチしてやっぱり、そうですね、追跡してちゃんとあの私の捜査網をちょっと駆使してですね、どういう経路で帰ってるのかとかっていうのをたどらせていただいてここにたどり着いたというもうそれは全て T1 の帰りから始まったんですよね。そうですね、今出てったらしいから追っかけてくれて、そうですね、そうここにたどり着けたことが素晴らしいと思います。そうですね、さすが探偵だな。いや、ありがとうございます。陽介さん自身ね、あの僕主催のあの大会に出場していただきまして、うん、あれですよね、北海道のあの極寒の地でやばい人来たと思いました僕。ああ、そうですね、極寒の地で意気込みを伝えなければいけないということもあったんで、はい、そのマイナス氷点下がドーンってこう出てる中で、普通に服を着て喋してもあれだなと思ったんで、上半身を脱いでですね、おらーって言ってそのエントリーさせていただいてっていう、だからその時はあ、やばい人なんだと思ったんですよ、はい、あ、やばい人だって、はいはい、思ったんですけど、はい、でもいざお会いしてこうお話ししてみると、はい、相当な意気込みであれやったんだなっていうのがちょっと分かるというか、そうですね、だからそんなことをやるような感じに今見えないというか、うん、経歴も元探偵でいらっしゃるということ で、 そうです、ね、何やってんですかその何やってるんですかあれはもう呪いのビデオより呪いのビデオです。で今回はですね、うん、元探偵ということで、うん、その探偵のお仕事についてもすごい気になるんですよ、うん、探偵といえば皆さんのイメージで言うとコナンですよね。あれ毛利小五郎探偵事務所ですよね。探偵事務所です。やっぱりなんていうんですかね、例えばボクサーが初めの一歩に憧れるみたいな感じで、うん、探偵の方たちもコナンみたいな、うん、推理だったりとかっていうのが憧れるもんなんですか。これちょっと私変わってて、その探偵をやり始めたっていう経緯が、ほう、そうですよね、まずそもそもどうやって探偵になるんだっていうところからですもんね、うん、これ誰でもなれるんですよ。え、警察署に探偵業法の届け出を出せば、はい、そうですね、一応仕事として届けないといけないですよね。そうなんですよ。え、でも資格とかっていうのは、それはもう届けた瞬間に認可が下りた時点で探偵業の更新所ということでできるんですよ、そうなんです。だからもう大体知られてないと思うんですけど、習おうと思ったら誰でもなれるんですけど、ノウハウとかっていう点においてはいきなりやろうと思ってもできなかったりとか、はい、基本的にというかほぼ民間の所になるってことですよね。そうですね、で、陽介さんはご自身で起業されたってことなんですか。そうなんですよ、でここが、はい、あの私もともとそういう誰かを操作するとかっていう目的で始めたというわけじゃなくて、なんか怖い怖い、なんかもともとその時私サラリーマンやってたんですよ、はい、副業してもいいよっていうところだったので、はい、その時ちょうど今はよくネットとかで迷惑系だとかっていうのが結構上がってることはあると思うんですけど、はい、その最初期ぐらい、まあ、やっぱおでんの件があったりだとかっていうようなその時代に、ツンツンですか。そうです、おあれぐらいの前後にそういうなんかアルバイトの人がそういうことやって、なんなら学生だったりとかっていう人たちが今後入社するってことになるじゃないですか、会社とかに、はいはいはい、どういう経歴でこの人成り立ってるのかっていう身元調査はあるんですけど、はい、ネット上の部分まで探している人たちってきっといないだろうと思って、はいはいはい、それを仕事にするために探偵業法が必要だったんですよ。めちゃくちゃビジネスマンじゃないですか。そうなんです。だからそれをやって、その時まだほとんど誰もやってなかったんで、もともと私の知り合いだったその結構企業さんとかにもそうやって売り込みをして、はい、じゃあちょっとやってみようか、はい、みたいな話から始まっていったということもあったんで、その浮気調査とか、はい、なんか調査をするみたいなので始まったものではなかったんですよ。でもそれってその採用してる期間だけしか仕事がないので、はいはい、暇な時間っていうのがあるんですよ、はい、まあ、依頼が来ないとですもんね、そもそも。でその時に探偵の仕事みたいなのがちょこちょこ舞い込むようになってきたっていう。やっぱ月どれぐらい来るもんなんですか。これがなかなかある時とない時の波が凄まじくて、はい、これ多分地域性によると思うんですけど、はい、私北海道のすごい片田舎だったんで、はあ、で探偵をやられてたんですか。そうなんですよ。一番の迷宮じゃないですか、うん、なんで北海道の片田舎で探偵やってるんですか。いや、これがね、なんでなのかって言われたらちょっと、まあ、自分でもなぜなのかわからないんですけど、もともと興味あったとかじゃないですよね。ただ単にそういうのネットでの投稿みたいなの需要が増えるだろうなと思って探偵業法届けを出したり、もともとそういうのを出す前から、例えばツイッターとかにどこどこの写真ですよみたいな写真、はいはいはい、結構皆さんあげるじゃないですか。あれ一発でわかるんですよ。今だって Google マップとかがあるので、はいはいはい、例えば山の形、はい、もしくは鉄塔の位置、はい、もしくは太陽の位置だとかっていうの
ので大体絞られていって、まあ、まあ確かに行動範囲がそうですよねっていうのがすごい得意な人間だったんですよ私。ああ、なるほど。もともとちょっとそういうなんか意識しちゃうようなタイプだったんですか。でそれなんか仕事にできないかみたいな感じでつなげていったっていう、はい、中にはそれ以外のその普通のザ探偵のような依頼が来るわけじゃないですか、うん、やっぱり一番多いのっていうのは大体大気調査です、これが本当に多いです。守秘義務はもちろんあると思うんで、うん、詳しくは聞けないんですけど、うん、あれって大体その解決っていうのは証拠を集めるんですか。そうですね、証拠ですね。でこれなんで田舎でっていう話なんですけど、はい、田舎ってみんな大体車で移動なんですよ、はいはいはい、で東京とかだと電車だとかもういろんなこう、はい、移動手段があるわけなんですけど、はい、田舎だと車の特定簡単なんで、はい、そしたらもうすぐ仕事は完了するまであるんですよ。ホテルの位置とかもほぼほぼもう固まってるので、はい、そこで張り込んでれば何分ぐらいこうやって待ってればいいみたいな、結構その楽なジャンルではあったのかなと思いますけどね、田舎だからこそ。まあ相談が来るわけじゃないですか、うん、旦那奥さんが不倫してる、浮気してるかもしれないんで、うん、調査お願いしますって、うん、でそこから旦那さんの乗ってる車であったりとかを聞いて、うん、まあ尾行とかですよね、仕事職場を聞いてとかで。その時も結構やっぱり依頼主の方って結構協力的なので、例えば職場に何時ぐらいに出るかっていうのをまず連絡入れてもらうんですよ。で何時ぐらいに帰るよとか、今日遅くなるよみたいな、はい、でそれがまあ毎回同じ曜日だとかっていうので、なるほど、だいたいこう絞り込んでいってある程度の負担がないように、はい、時間もすごく短くで済むように協力してもらってっていうところもありましたね。でそれで現場を抑えるわけじゃないですか。そうですね、あ同じところに入っていきました、うんうん、でその写真を撮って、まあ、やっぱドラマみたいに依頼主の方呼んで、うん、こう証拠数とか出していくんですか。そうですね、だいたい封筒とかに入れてこれですっていう、で、まあ、全部こうやって1枚ずつ出すっていうパターンもありますけど、はい、こういう時って大体の方がもう離婚すること、まあ、男性でも女性でも決まってるんですよ、もう心の中では。だからその後押しでっていうところも欲しかった部分が多いので、あとはもう別にそこで確認しなくても、まあ、これ出しゃいいよねっていう感じで受け取る方もやっぱいらっしゃいますね。でもその浮気調査っていうのが一番多い依頼で、その中でこうちょっと変わった依頼であったりとかっていうのはありました、うん、これ浮気調査とかではまたないんですけど、はい、ストーカーの調査依頼みたいなのもあったりするんですよ。 どっちですかストーカーの調査依頼っていうのはストーカー側からですか。いや、ストーカーをしてる方を探してほしいっていう。なんだそれ。なんでかっていうと、うん、警察も一応相談に乗ってくれるっていう話ではあるんですけど、これ割と最近の話なんですよ。結構重大な事件が結構起こって警察もちゃんと動かなきゃいけないっていう、はい、で私が始めた頃ってのはまだそこまでストーカーとかっていうことに対してはそんなに厳しくなかった時代だったので、警察に一応届け出を出すとおまわりさんがこう巡回してくれる程度、はい、で何時ぐらいに帰ってくるのでその時間帯見回ってくださいとかっていうのは言ってるんですけど、手が空いてる時間にこうぐるっと一周して何もなかったですよっていう程度でしかなかったんですよ。なのでそういうことになるとやっぱり被害というのはとどまらないので、まあ、その相手を調べてで測定できたら警察にその証拠を揃えて持っていけば捕まえることができるからっていうので、まあ、そういう依頼とかもあってえぐかったなと思ったのが1個あって、はい、これ依頼主の方が元アダルト系のビデオに出てた方だったんですよ。で、まあ、1本にしか出てないと。ほうだから1本だけ、しかもそのちょっと同人的なものに1本だけ出ただけで、ただそれがちょっと職場とかにも知れられちゃって東京に住んでたんですけど、もういられなくなったから地元に帰ってきましたっていう、そういうタイプの方で、どういう依頼なんですかっていうと、その同人系に出てた映像が家に貼られると、貼られてたりとか、投函されたりとか、これを警察に訴えても、まあ単なるいたずらでしょ、みたいなので済まされちゃったんで、誰なのか本当に特定してほしいっていうような依頼だったんですよ。その予算はもう全然いくらでも出しますみたいな、彼のと分かりましたっていうことで、もう結局10日間もやったんですかね。でも張り込みの結果がすぐ犯人分かったんですよ。3日目ぐらい分かった、はい、なんでかっていうと、その投函しに来た人がもうバッチリ来たんですよ。なるほど。夜の8時ぐらい、その方仕事も遅く帰ってくるのは10時ぐらいだったんで、宅配の業者とかもなかなかそんな時間来ないので、はい、もうこの人だろうって、もう当たりをつけてこうやって写真をこうやってカメラを構えてると、もうそれでやってったんで、よしバシッて撮って、依頼主の方にこの方だと思いますよ、この男性確認してもらっていいですかって言って、その写真パッて見せたら、えってその女性絶句して、はい、これ父親です。何？びっくりして、でこれだけじゃ話がまだ終わらないですよ。ですよね、まだ謎が多いですもんね。なんでわざわざ自分の娘にっていう。これが実は結構重い話になっていくんですけど、はい、そのなんで女性が AV に出ようと思ったのかっていうところの経緯で、はい、お父さんと父子家庭っていうんですかね、はいはいはい、お父さんだけの家庭ってこともあって、はい、なんかお父さん若干洗脳
たようなことがあったと思うんですよ。何が起こったかっていうと、一番最初の異性関係はまず親としなきゃいけないみたいな刷り込みがあったらしくて、だから最初の初体験は父親なんですってさらっと言うんですよ。なんかそういう風にお父さんが言ってたからって、いや それは普通じゃないと思いますよ。そうなんですか。でさらにそこから定期的にお父さんにちょっと求められるようなことがあって、でそういう行為を行ったんですけど、ただやっぱりその地元から出て働いてる時に寂しくなったっていう話になって、なんかそういう映像みたいなのなんか用意できないかみたいなことから、じゃあ AV でも出てそれでお父さん喜ばせてあげようみたいな展開になっていく。だから結局その父親が犯人だって分かってでも、それから被害が収まるっていうどころかそのまま続いていくんですけど、その女性も受け入れちゃったんですよ。警察に被害届けみたいなのも出してたのを取り下げて、まあお父さんだからしょうがないから、確かに一種の洗脳というか、でその入れてる理由は何だったんですか。ここは聞いてないから分かんないですけど、多分俺はいるぞみたいな、その多分独占欲というか、そういう要素からつながってんじゃないかなっていう気はするんですよね。じゃあその東京に行ってその職場とかにこう広げたりしたのもお父さんの可能性とかも、いや可能性は若干、多分離れてってから寂しくなったっていう部分も考えられますし、がちょっと重いですね。そうなんですよ。怖いなと思ったのはそういう犯人が分かったと、多分ならお父さんならしょうがないよねって思っちゃってるところが怖いんですよ。そこはだって踏み込めないですもんね、うん、もうそれ以上は別に私も両分じゃないので、これで仕事終わりなんでってことでちゃんとお金もいただいちゃったんで、なんか異質な事件ですね。そうですね、こういうのもありましたね。なんか予算とかってやっぱあるじゃないですか、イメージすごい高いイメージなんですよね。例えば、まあ、1週間ぐらいで終わりような浮気調査みたいな感じだったら大体いくらぐらいだったんですか。他の業者さんがどういうふうにやってるか分かんないんですけど、私の場合は抵抗報酬制にしてて、失敗した場合はその経費だけいただくっていうことにしてたので、大体3日間とかかかった場合20万前後、経費合わせて、まあでもそうですね、経費合わせてそれぐらい、イメージ通りというか、そのぐらいの値段感ですもんね。でただこれ私個人だったんで、大体の例えばそういう業者さんとかになってくるとチームで動くので、だから高いですよ。もっと高いのか、で多分東京とかだとそれこそスクーターとかで移動してたりとか、正直人混みの中で紛れ込まれたら大変じゃないですか。だからチームで動かなきゃいけないですよ。でなるとやっぱり予算は高めになるんじゃないかなっていうね。いやだ結構危険なこともね多そうですよね、探偵って。まあ言ったら超こう、恨みを買う仕事ことでもあるじゃないですか。ありますよ。それが探偵だって分かって、多分依頼主の方に別に守秘義務ないと思うんですよね、例えばですけど浮気認めた上 で、お前これどうやってこの写真撮ったのって、いや実はどこどこの探偵に依頼したって言っちゃうこととか絶対あると思うんですよ、それでなんかこうクレーム言われたりとかなかったんですか。逆恨みされたりとかどこでどうなってるかちょっと分かんないですけど、私自身はそこに直接来たことはないかなと思うんですけど、ただ私辞めたきっかけというのがあって、ちっちゃい子供に悪魔って言われたことあります。私浮気調査で依頼を受けて、旦那さんの浮気調査だったんですけど、すぐ証拠も揃ったんですよ、でそのまま解決するのかなと思ったら、どうやら奥さんも浮気をしていて、旦那さんがもう依頼してたんですよ、探偵に。だから別の、そう別なんです、でちょっと話がごちゃごちゃになって、全員その業者とか集まって話し合いしましょうみたいな話の場が開かれて、しかもそれその家庭の家なんですよ。うわそこで集まって、集まってですね、で話になって、で私はその奥さんからそういう事情とかも全然聞いてなかったんで、旦那さんこういうことされてますよねって写真を出すじゃないですか。そしたらその向こうの探偵さんが、そもそも浮気をされたの誰が最初かって言ったら奥さんの方ですよって言われて、うわってなるわけですよ。こっちもその裁判みたいなことされるわけ。そうなんですよ、でもともと奥さんはもう離婚して慰謝料踏んだくるつもりで、なるほど、ふっかけるつもりだったんですけど、逆にやられちゃったんで、日程とかのその日付もちゃんとバシッ抑えられて、こっちはもう何も手の内容がないと。でも結局離婚をするみたいな話にはなるんですけど、まあ私もやっぱりそれは成功報酬でとりあえず証拠を抑えたし、成功はできたんで、これで依頼料いただきますねって帰ろうとした時に、背後からお前のせいだ悪魔って女の子の声が聞こえて、えっと思ったら、そこに小学校4年生ぐらいの女の子だったんですけど、もうすっごい涙を流しながらじっとこっちを眺めて睨みつけて、お前のせいでうちの家庭はめちゃくちゃになったんだって言われたんですよ。でその子に対して、いや実はお父さんとお母さんがこういうことになってっていうのも言えなくて、それが辞めるきっかけになったんですけど、ただこれ辞めてからかなり経ってから変な夢見るようになって、全く見知らぬ土地にポツンと私が道路の真ん中立ってるんですよ。ですっごい太陽が出てて熱いんですよね。でどこなんだろうと思って体を動かそうと思って、もう夢の中で金縛り状態なんですよ。で首だけが動かせるっていう状況の時に、ずっと絶対許さない絶対許さないって告白を聞こえてるんですよ。えって見ると、
髪の毛ボッサボサの女性がこの辺で絶対に許さない絶対に許さないって言い続けてるんですよ。でだん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 日が暮れるまでずっと夢の中長い時間ずっとこの状態でと思ってもう日が暮れるぞっていう状況でパッて目が覚めるんで、これ3ヶ月間毎日同じ夢見たんですよ。でなんだこれと思って、夢って忘れちゃうこと多いじゃないですか、3ヶ月間毎日見たら忘れないですよ。でこの時期ぐらいちょうど本当なんか不運の連続、私タバコ吸うんですけど、例えば北海道とかなんでコンビニとかの外に喫煙所のスペースがあるんですよ、灰皿が。でこうやって吸ってたりとかするとそこに車が突っ込んできたんですよ。そんなこと普通ありえないんですよ。でドーンと痛いみたいなことがあったり、車運転してたら、まあ、運転席側の窓に小石が飛んできてバーンって割れたりとかそういうこまごまとしたものが、なんじゃこりゃみたいなのがもうずっと起こってんですよ。でもふっと考えてみたら、そう夢見始めた時期からだなって。で私まあ今はその探偵の仕事をやってないんですけど、また別でいろいろな仕事をやってて、葬儀関係の仕事もちょっと今携わってもらってる。葬儀関係ですね。あ、葬儀多い。まあ、メインでその葬儀の仕事をやってるわけですけど、はい、その葬儀の業者みたいな感じでやってる時に、亡くなった方の喪主さんとちょっと打ち合わせをしてたんですよ。でその時に家の写真を持ってこられる業者さんがいて、まあ、こちらの写真なんですけどどうですかってチェックに来たんですよ。それパッて見たら夢の中で見た女性なんですよ。それでその写真見た時にこの人見たことあると思って、冒頭話してた浮気をもともとしてた奥さんなんですよ。と思って、あんだけ結構綺麗な女性だったのになんかもうすごいみすぼらしい感じになってて、でその娘さんは奥さんの方がとあの引き取ったらしいんですよ、元々、はい、ただ最近家賃とかも払えなくなって旦那さんの方に引き取られたと、はい、元々はその養育費とかを全部慰謝料とかで確保するつもりだったので全部それがおじゃんになっちゃったんで、はい、仕事を元々やってきたことがない人だったんで何もできない状況、その時にずっとあれは私のせいだってことで恨み続けたんじゃないかなって、もうその瞬間がゾッとしちゃって、全然関係ないんですよ目の前にいたそのお客さん、どうしたんですかって言われる、もう汗だらだらの状態で、いや大丈夫です大丈夫ですって。でその方だってなんで気づかなかったかっていうと、急性の乳腫に変わってたんですよ。ああなるほど、だから、まあ、そうかだったんだって。でもなんで亡くなっちゃったんだろう、まだそんなにいい年齢いってなかったのか分かんない、まあ、40代ぐらいだったと思うんですけど、なんでだったんだろうと思ってその方のお通夜に参加して、田舎だからこそなんでかもしれないですけど、全然知らないとかそういうところに参加してても別に変に思われないっていうちょっと変な文化があって、でそこに入ってなんで奥さん亡くなったんですかねみたいな話を結構聞いてたんですよ。したら金なくて首回らなくなったらしいよみたいな、娘さんとかも手放しちゃったりしたみたいな。でもちょっと変だなと思ってるところがあって、その家に映ってる女性は髪の毛が長さが違う、夢の中に出てきてる女性と違うんですよ。しかもその昔綺麗だった時の雰囲気でもない、なんなら今にすごい近い、なんでそんなのが見えてたんだろうなって思ってた時に、お前のせいだ悪魔っていうあの声がその聞き込みした時に聞こえてきたんですよ、はい、えっと思って見たら娘なんですよ。もう夢の中で出てきた女性って娘なんですよ。もうあの時昔言われた見た目の成長した感じでじっとこっち見ながら、何しに来たんだ悪魔ってガーンって見てるんですよ。お前のせいだうちはってこうなったっていう。である程度も大人になってても高校生ぐらいだったと思うんですよね。なんでいや実はあの時っていう説明もその時できなかったんで、とりあえずあの今こういう仕事やってるから何か困ったことあったら何でも力になるから本当にごめんねって言って、それだけ渡してもう二度と来んなみたいな話で私帰ることにしたんですよ。ただそれから何日か経って店の電話番号がかかってきて、心当たりとしたらあの子かもしれないと思って電話出たんですよ。そしたら、いや私もちょっとあの時は取り乱して申し訳ありませんでしたみたいな話で、実際何があったんですかって聞きたかったらしいんですよ。でそういうことを言ったら、ああじゃあ元々は山本さんが悪かったんじゃなくて私の両親がそもそも悪かったんですね、納得できましたって、ありがとうございますって言った時に、なんか変なこと言ってもいいですかって言って、何ですかって言ったら、3ヶ月ぐらい前からずっと夢の中で山本さんが出てきてたんですよね、で風景も同じ感じなんですよ、でどこに怒りをぶつけていいか分からなかったんで、ずっとお前のせいだ絶対に許さないって言い続けてたんですよって。で、まあ、そこからちょっとそう何かあったら協力するからねみたいな感じでたまに連絡する関係性にはなったんですよ。でしばらく連絡途絶えてたなと思って、これも本当に2年ぐらい前の話になるんですけど、久しぶりに連絡が来て、ちょっと相談があるんですよ、ちょっと直接会って話せないですかって、もうどうしたのって言ったら、旦那の浮気調査してほしいんですって、もうだから血の因果というかそういうことがあってるのに本人も同じようなことをしてしまってるっていう、まあ、それで私はもうやめてしまってるので、もうそれはちょっと正直受けられないけど、そういうことになってるのは分かるよねっていうことを説得した以上のことは私は知らない、それ以上踏み込む余地もないのでっていう、そんなことがありましたね。探
定関係ない、もう怖くてアナザーナルニア国語物語みたいな、そうです、ね、壮大な、うん、いやまあこれがやめた理由ですね。もともとその子供に悪魔だお前はって言われて、でもまあその時までは正直そんな思いなかったんですよ、はい、まあ仕事だしみたいな、まあまあそうですね、まあ、大体大人としか接することがなかったんで、直接ちっちゃい子供に泣きながらお前は悪魔だって言われたらさすがにこれやってられないかなっていうのでやめてしまったっていう。実際は違っても子供からするとやっぱりお前のせいだってなっちゃう可能性ありますもんね。事情わかんないですからね。実際にお前のせいですしね、うん、えなんでいやいや違うで、なんで私のせいなんですか。え、ちょっと待ってください。今日から3ヶ月間僕が出てきます。ああ、なるほどね。いや大丈夫ですよ。そしたらそのうち挨拶が階段遅いシアゾン山本陽介ですって言いようになってくると思いますから、もう反り込まれちゃって耳元でずっと言っていきますから私。そしたらもうね返して、やっぱそういったお仕事してるとそういうエピソードができていくんですね。やっぱ探偵とかをやってると、うん、ありますね。中には聞いたことあるのは、うちの娘とか息子が霊感商法にハマってしまったので、なんとか助けに行ってほしいっていうので潜入調査をするっていう、パターンの仕事もあったりするみたいですし、もう警察じゃないですか、うん、そういうのはやっぱ警察も本人からの被害届じゃないので動けないですよ。実際の被害が出てないと動けないというのはやっぱありますもんね、警察は。そうなんですよ。例えば漫画とかだと恨み屋本舗とかで情報屋みたいなのあるじゃないですか、はいはいはい、うん、そういった黒い探偵みたいなのもいるんですか、やっぱ中には。いるでしょうね。だからこれちょっと気をつけてほしいのは、はい、私さっき成功報酬制だっていうふうに言ったんですけど、はい、そこの部分をものすごく攻撃に吹っかけてくるところ、なるほどなるほど、逆にその得た情報を別に向こうに出してもいいですけど、みたいなのは結構昔はよくあったみたいな、最近はそういうのを割ともうやっぱネット文化になってとかするので、どこかにさらされたら終わりなんで、まあ、そういう人たちも減ってきてるって話なんですけど、そういうのが傷んで探偵業法というか、そういう申請を出してくださいっていうふうに法律も変わっていったっていう。どこからが線引きなんですか。例えばお金をもらって誰かの調査をするっていうことをやっちゃうともうダメってことなんですかね。基本そうですね。あ、なるほど、昔でいうところのゆすり屋みたいなね、はい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 、総会屋みたいな、その現場を押さえて、この写真買いませんみたいな、依頼主側じゃない対象者に対してふっかけるみたいな人たちもやっぱいます。買いますみたいな、あれってどうなんですか。あるあるだと思いますよ、結構金額引っ張れるだろうなって相手だと思いますけどね。そうですよね、元々の依頼が3日間で20万だとしたら50万ぐらいでそれを買い取れるような相手じゃないとそんなやるメリットとかはないですもんね。2倍でも信用問題にもつながるので、ね、4、5倍ぐらいふっかけると思いますよ、それが一発バレただけでも探偵としての名誉はもうゼロですよね、うん、信頼は。で特に私みたいな個人のタイプって誰かの紹介ってことが多いので、あ、会社とかもだってやっぱ評判っていうのもあるので、はい、そう考えるとなかなか今の時代は分からないですけどね、ちなみになんですけど変な話、依頼する方がどういった目的で依頼してるのかっていうのまで聞くんですか。とりあえず聞きますね。例えばなんですけど、はいはい、こう僕のリスナーさんが僕がどこに住んでるかを特定してほしいとか依頼だったらどうします。受ける人は受けるんじゃないですか。やだ、うん、やっぱり本当に食えないですからね、そう簡単に。だからまあそんだけ出してくれるんだったらやりますよっていうのはいるでしょうけど、ただ東京に住んでる方って大人数でやっぱ捜査網を引かないと難しいので、そうなるとやグレー的な寄りの人たちとの付き合いになっていくと思いますから、あ、なるほど、おすすめはしないですし。嫌ですね、そういうそのいうモラルのない探偵みたいな もしかしたらいるかもしれないですね、それはちょっと嫌ですね。そうですね、危険ではあります、危険ですね、まあ、でもみんながみんなそんなわけではない、ね、まあ、まあそうですよね。何年くらいやらせてたんですか探偵。結局でも6年7年ぐらい、結構長いですね。なんですかね、最初の立ち上げ時期がまあ難しいと言われてて、まあ、私のその最初に入ってった経緯が特殊なので、そこからちょっとこういうのもだって探偵やってんでしょ、じゃあこういうのもやってよみたいな感じでその浮気調査とかあったりとかした部分もありましたし、あとそのつながりで社長さんが紹介してくれた弁護士さんがいて、その人と組んでたってこともあったんで、ただまあその方からその仕事の依頼とかもあったりとかあったんで、直でなんかこうめちゃくちゃ営業かけてそういう不倫調査を得てたっていうわけではなかったんですよね。なんか海外ドラマみたいな生き方してますねなんかやっぱ憧れるんですか、こう帽子かぶってこう探偵っぽい格好とかに。
あ、逆にそういう方が怪しすぎますね。あ、なるほど、やっぱ溶け込むことが大事。普段着の方がいいです。特に東京とかでその住宅地とかのことを追跡するところのためにチームでやったりとかすると、うん、ジャージを着てそのランニングしている人に襲ってぐるぐるぐる回っている人とか、あと自転車でこうずっと走ってるようなことを素振りでやってる人とか、あとは仕事帰りのサラリーマン風を装ったりとかっていう、本当に溶け込んでる感じの人が多いかと思いますね。すっごい怖いこと思い出したんですけど、うん、僕ここ1週間で同じ自転車に乗った人をこう近所で3回くらい見てるんですよ。あ、その方若い方で、はい、あの福原愛にそっくりなんですよ、はい、1回目が信号待ち、うん、2回目が多分後ろ姿なんですよね、うん、3回目がもうがっつりです。だから僕さっきのさっきまで、うん、あ、多分近所に住んでんだろうなみたいな、はい、で行動時間が多分似てるだけなんだろうなと思ってたんですけど、それで言うと時間帯を変えても現れたらワンチャンありえます。僕のこと好きってことですよね。好きってことじゃないですか。でもそうですよね、絶対、うん、どうしようかな、ちょっとその方の身辺調査だけお願いします。怖いな、それなんか全然ありえますよね。なりすましつつってことですもんね、その地域の人みたいな感じで、でこういうのをやってる人あるあるなのかもしれないですけど、うん、やっぱりこう周りを結構警戒しちゃうガチはあると思うんですよ。自分もそういう立場になるかもしれないっていうのは思っちゃう部分あるんじゃないですかね。ああ、やっぱ思っちゃいますか、やっぱ自分も調べられてるんじゃないかとか、ちょっとそうですね。だからもう他の人たちはそんなことないよっていうかもしれませんけど、はい、私例えば飲食店とかに入ったら絶対入り口が見えるところに陣取るっていう、入り口が、おお、はい、誰が入ってくるかを見てどのタイミングで出ていくかみたいなのをやっぱりこうチェックしないと気が済まないとかやっぱありますよね。ちょっと職業病みたいなとこはありますね。そうですね、そこはでも大事ですよね。そういうのでなんかこの止められるものって結構ありますもんね。これ僕信じられないなと思ったんですけど、はい、渋谷でちょっとなんか仕事があって、うん、今こちらにいらっしゃるスタッフの方と2人で渋谷いたんですよ、はい、機材を持って、でちょっと僕トイレ行きたくて仕方なくて、はい、もう漏れそうですよっつって、はい、でお手洗いをこう探して、でなんか複合施設の2階とかにトイレがあったんで、はい、そこまでわーって走ってたんですよ、はい、でトイレの廊下まで着いたんですけど、うん、そこでこう若い男の人とすれ違ったんです、うん、僕は特に何も気にもせずお手洗いに行ってそうやってトイレ行ったんですよ、うん、ほんならトイレ終わってこう出ようとした時に、うん、その男の人が後ろにいたんですよ、うん、で、タカさんいつも見てます。僕もすぐ見た時に、はい、あ、さっきもいたよなってなって、はい、あ、ありがとうございます、すみません、ちょっと手だけ洗わせてくださいって手洗って、はい、いやいや、またっつってこう写真撮って、はい、ありがとうございましたっつって出てった後に、そのスタッフの方に、はい、さっきの人、僕一回すれ違ってんすよ、みたいな、あ、そうだ、僕もあのお手洗いの前で待ってたら、こう出てきて、僕の目の前でキョロキョロして、また戻ってったんですよ、おかしいなと思ったんですよ、みたいな、怪しいじゃないですか、はい、お手洗い一回出てきたのに、キョロキョロしてまた戻るって、はい、スタッフなんだから、うん、わ、中にタックさんいるぞと、こいつなんか怪しいぞっつって、戻ってこいよって話したんですよ。違和感を感じろよと、もう少しと、そうですね、そこは、いや僕もおかしいと思ったんですとか言って、はい、いや来いよって真後ろに立っとったぞって。ああ、でもそういうの怖いですね。そういう違和感はちょっと大事かもしれないです ね、 なんかこれで面白いですね。なんか僕の変な写真が出たらね、お前撮られてるやんみたいな福原愛にのとか言ってたのに、あれって思った以上に遠くから撮ってるんですね。そうですね、遠くから撮ってる場合もあるでしょうし、望遠ですよね、あのレンズ使うの、まあ、あれはでも車持ってる方とかじゃないと、まあ、ああいうの持ち運べないですし、あ、まあ、そ目立ちますもんね。でも逆に今ってスマホの性能めちゃくちゃ上がってるじゃないですか。だからこれでめっちゃ怖いっすよ。なんか割とこうやって普通に歩いてる時にこうやってやられてパッて撮られてたら分かんないじゃないですか。だから今の方が特に怖いなと思います。みんな大体こうやって持ってるんで違和感ないんですよ。だから真横まで来てパシャってやられても分かんないっていう。あれだってなんか一時期ね、無音はダメだみたいになってましたけど、もう全然無音のカメラありますよね。ありますね。スノーとかも無音ですしね。できますね。まあ、ちょっとどうなんかなと思いますけどね。やっぱ何かあっても全員撮る時代じゃないですか。そうですね、誰でも全然有名人じゃなくても撮ってますからね。そうですよね、まあ、でも今何でもかんでもツイッターに上がったりとかするんで、はい、まあ、そういうのを追いかけている人からしたらどん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 ご飯は食べていけなくなる状況になるかもしれないですよね。あ、確かに確かに、誰でも一般の方でもっていう、確かにこの人探してくださいとかってツイッターとかで回ってきますもんね、うん、そうです、そうです。あ、確かにそれを専門っていうか、なりわいとされてる方からするとっていう感じですよね。だと思いますね。あ、確かに。だからそっからこうまたアップデートされた探偵の仕事ってなるとやっぱネットなんですかね。陽介さんが最初にこう目つけたとこじゃないですけど、まあ、今割とそれ割と当たり前になってきてますから。なんか言いますね、企業の入社とか内定の相手の SNS が大丈夫かどうかみたいな調べるみたいな、うん、私の時はまだそれが全くない状況で、そこまで深く調べなかったんですよ、はい、あの本当にヤバい人って本名の SNS でやってるんですよ。だから規則があるんですか、規則性が。なんかいや、これ例えば福若とか全然特定できないようなアカウントでやって
てる人って正直企業に繋がらないので、あ、まあ、そういう部分はもしあったとしてもそこまでの影響がないっていう、企業の悪口書いてもその人がどこで働いてるかまだ分かんないですよね。分かんないから、まあまあまあそういう人も紛れ込んでるでしょう、はい、そういうのまで省こうと思ったら相当大変なので、うん、でも本名で書いてる人っていうのはもう一発で省けるんでるっていう感じになってたんです。でも今って本当に誰がやってるかなので多分やってるとこはやってると思いますよ、そういう副アカでも。だからなんかそれが僕次第に徐々に広がってって、うん、そういうのを全部その人自身を表すものがスマホの中に全部詰まるんじゃないかなと思うんですよね。あ、どん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 便利ですからね。そう、その人が持ってるアプリ、うん、何を調べたか、写真のフォルダ、やってるゲームとかで、うん、その人の属性みたいなのが分かる、うん、そこからまた犯罪係数じゃないですけど、うん、サイコパスの世界じゃないですけど、うん、どれぐらい危険な人物かっていうのをどんどん数値化していくんじゃないかなって、うん、ちょうど2年前ぐらいに思ったんですよ、はい、あ、そろそろその時代来るだろうなって、うん、だからちょっと先手を打っとこうと思って、うん、僕今タブが今80個ぐらいバー並んでるんですけど、はい、そこに平和とか争いがなくなる方法とか、はいはいはい、もう事前にもういかにもこういうこと調べてますよみたいな感じでずらーってやってて、はい、多分これ1年後ぐらいに僕 の, あのスコアっていうんですかね、人としての AI が管理した時の人としてのスコアはめっちゃ高い高いでしょうね。そうやってたらね、めっちゃ高いと思います、うん、これもフリーみたいになって僕の写真出たらめっちゃ面白いですよ実は全然平和とか真逆の虐殺とかそういうのばっかり検索してたぞみたいなそうなっていくんじゃないですかね。だからいやありえると思いますよ、ね、どんどんどうなっていくは全然読めないですからね、そこは。面白いな、探偵の仕事。なんか一回ぐらいこう張り込みの仕事とかやってみたいですけどね、僕も。あ、そうですね、なんかちょっと夢はありますよね、アンパン持って。アンパンとかやらないですけど基本、ね、まあ、やりたがる人は多分いると思うんですけど、あとこれ忍耐強い人じゃなくて無理ですね。あ、ずっと待ってる、いつ出てくるかも分かんないとか、いつ行くかどうかも分かんないっていうので、ただ待ってなきゃいけないっていうのに耐えられないと確かに結構厳しいかもしれない。ちょっとでも気そらしててその間に出ちゃったらまずいですか。ずっと見てないといけないってことですよね。そうなったらもうアウトなんで、うん、やっぱ日程も大体こう何日だけっていう風に決められたりとかする、はい、それ逃した時点で、はい、もう食いっぱぐれますからこっちもっていう、はい、じっと見てなきゃいけないっていうのもありますかね。いや、まあ、探偵のお仕事をたくさん、はい、お聞きしたんですけど、その中でもやっぱり怖い話っていうところで、はい、新鮮な話でしたね。すごい怖かったですね。ありがとうございます。今多分僕のチャンネル結構マジ怖いの苦手な方もいらっしゃるんですよ、うん、そういう方が、あ、探偵の仕事気になるなと思って聞いた方が今頃多分もう泡吹いてると思いますね、うん、怖い話じゃねえかっすね。びっくりじゃんだってめっちゃ怖かったですね。やっぱ知らない世界の話っていうのもあるんですけど、うん、すごい引き込まれました。ありがとうございます。いや、山本ですけど今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。で本日ですね、まあ、僕の実写チャンネル、そして怪談恐れ知らずというあの山本陽介さんと岩尾海貴スキーさんと毛利隆さんがやられてるチャンネルの方にも僕出演しておりまして、コラボで3つ同時に上がってると思いますんで、そっちではもうがっつりホラー怪談とかお話してますんで、怖いのがまだ聞きたいなって方はですね、概要欄のチャンネルのリンクまで飛んでいただければと思います。よろしくお願いします。なんかありますか、告知。告知ですか。いや、もうこれは怪談恐れ知らずチャンネル、はい、よろしくお願いします。これ古いんですよね。そうですね、ちょっと古いですよね。やっぱりおじさんたちとやってるんで、どうしてもね、はい、もうあんまりもやんないですもんね。そうですよね、もうやらないですよね。今時こうやって写真撮ってる人もいないですからね、ま、あ、いないですね、確かに見ないと思います。確かに、なんかこうノスタルジックな気持ちになりますよね。そうですね、こうやって写真撮ってる方みたいな。そうですね、あ、そういうのあるかと思いますけど、はい、というわけで、本日のゲストはですね、元探偵であります山本陽介さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。